形稽古、型稽古は、芸道、武道、武術等における形を磨くための稽古。自己の学んだ技術の正確な所作、動作、趣旨を理解し確認するのが目的。一般的に、型には、形と型の漢字が当てられるが、型は、鋳型のように型にはまって応用が効かないような印象を与えるため、形が使用されることが多い。形にるという言葉があるように、 形は応用が効かない、無個性などのマイナスイメージを持って語られることもある。しかし形の修練を最も基本的な段階に据える流儀は多い。儀芸の上達についての言葉で、守る張りという言葉がある、というものである。つまり形をしっかりと身につけることで初めて、高度な応用や個性の発揮が可能になるということである。歌舞伎役者の十八代目、 中村勘三郎によれば、無着苦聖教は、形がある人間が形を破ると、形破り、形がない人間が形を破ったら、形になると説いたという。なお、宗教観念の喪失や、美学の消失、アダルティズムの崩壊、国単位の没個成果など、今まで数百年、数千年にもわたって祖先が継承してきた文化が、失われていく中で、なおも前進する。 この現代社会を前期になぞらえて、型なしと表現することがある。形稽古は、形外化、形の変容と、隣り合わせとも言われる。しかし、これらは決して形稽古の完全な欠点とはなり得ず、解釈によっては許容される。形外化については、読んで字のごとく、形の中身がなくなることである。しかし形稽古における、形外化は、多少幅広い概念であり、 例えば、外見的な所作の正確性にこだわることで、その内面的な意味や中身が重視されなくなることも、形外化であり、外見的な所作を壁にし礼らることで、中身が伴わなくなることも、形外化である。これらは、いずれも肩稽古の中で許容されるべきでない、概念である。ただし、工芸や武芸などの世界で、技術は教わるものではなく、見て盗むものと言われる通り、 形はあくまでも輪郭、枠組みであって、その意味、本質に関しては、個人が繰り返し稽古することによって習得すべきという考え方がある。つまりこの例では、ある程度まで形外化が許容された概念と捉えられているわけである。なお、ここでは形稽古が表面的に真似ることから始まっているのも特徴的であり、それは一歩間違えると、 外見的な所作の正確性にこだわることに終始してしまう危険性もある。形の変容について、形は非物質的な記憶媒体であるため、数百年はあるいは数千年にもわたって変化せず、継承される可能性を有していることは事実である。しかしながら、実際には、情報技術が未発達な前近代であったこともあり、その伝承の正確性は伝承者の記憶や解釈に、 委ねられてしまい、形が変容することは、不可避に等しかった。しかし、形稽古において、内容の細かな変化は決してその趣旨を崩壊させる、ものではない。形稽古において、最も重要なのは、その流儀や形が伝える本質を見抜くことである。いわば、形が一部始終全く変化せずに、継承されていようとも、その本質が見抜かれていなければ、それは、前項の、 形外化に同じであり、形芸古の趣旨は崩壊し、形は劣化していくことになる。ただし、内容の細かな変化は重要ではないと言えるのは、歴代伝承者が皆、その流儀や型の本質を理解している、真の伝承者であったことが前提でなければならないことには留意である。また、形から無駄が削ぎ落とされ、技術が研ぎ澄まされるためには、 伝承してきた先人らによる内容の取捨選択がなければ難しく、ここにおいても型の変容は許容されていたことになる。ただし、その選択は同じく卓越したものによって行われなければ無意味であるどころか、形稽古の趣旨自体の崩壊につながることも事実である。上記の二つに関連して、その伝承の難易度が高いことは、形稽古を取り入れる分野において、 特に近代化以降、大きな障害となっている。形は流儀の根幹を成すものであり、形が失われれば流儀そのものの存在意義もなくなる。形は楽譜のように書物で内容を書き表すには限界があるため、記憶が主にその継承を担っており、後継者の育成が必要不可欠であった。全近代の時代では、 形稽古の形式は未だ文化の主流を占め、また多くが閉鎖的な世襲性を採用していなかったこともあり、伝承は比較的たやすく、流派は増殖するのみで、出現する例はほとんど見られなかった。しかし近代化以降は西洋文化が流入し、形稽古は時代遅れの形式と断絶られた。その多くが閉鎖的となり、一家で、 細々と伝承していくなど、存続の危機に直面した。文明開化では、恋に、失伝させる風潮が見受けられ、また、第二次世界大戦によっても、伝承者の戦死により、多くの流派が失われたと言われている。ただし現在では、科学技術の発達により、伝承が複製できると同時に、内容を映像として残すこともできるため、たとえ伝承者が一度と抱いたとしても、 再び復興させようとすれば、ある程度までの形の復元は可能になるとされている。しかし伝承が途絶えることは事実であり、その点では伝承者は未だに後継者の育成に対して危機感を募らせている。ありがとうございます。